ウラジーミル・ヒョードロビチ・ポルヒンは、ロシアの軍人、革命家であり、26人のバクルコミッサールの一人で、ある。1886年7月2日、ロシア帝国、リフリャントケンリガに生まれ、幼少期を、孤児院で過ごした。13歳から工場で、電気技師として働き始め、若くしてロシア第一革命に参加。年から年まで、 バルチック艦隊の巡洋艦、アドミラル・マカロフで、電気設備を担当し、歌手艦へ承認。第一次世界大戦時には、戦艦ガングーっとに乗務するも、1915年秋の船員反乱に参加して水兵に降格され、再教育のためコラ半島の海軍基地へ送られた。その後は、ムルマンスク要塞で、電信交換手として勤務していたが、2月革命が、 発生すると、最初のムルマンスク老兵ソビエトメンバー、ムルマンスク要塞地区中央委員会メンバーに選出され、例人主義の積極的擁護者となった。1917年5月に、北極海艦隊中央委員メンバーとなり、アルハンゲリスクへ移動、翌1918年6月には、ペトログラードへ移り、ウラジーミル・アントーノフ・オフセイエンコ、パベル・ドゥイベンコ、 ニコライ・クルイレンコと共に活動した。11月の第1回全ロシア艦隊会議にも北極海艦隊から出席している。10月革命の際は東急襲撃に参加し、同時期には海軍人民委員部員、全ロシア中央執行委員会付属海軍、立法会議メンバーも務める。翌1918年7月には幕府を送られ、現地のカスピ海艦隊委員となった。 しかし、ボリシェビキによるバクーコミューンが崩壊すると捉えられ、9月20日に他のコミューン製インらと共に銃殺された。1 9 6 2年2月、ムルマンスク市内の通りにポリヒ品の名が付けられた。そして1974年10月には、近郊にアレクサンドルグルヒフ製作の制度と加工岩によるポリヒ品の胸像が設置された。1999年4月に、 像は金属泥棒によって持ち去られたが、その後復元された。ポルヒンの名はカルーガ州ジズドラの通りにも付けられ、セバストオッポリ艦隊の練習艦の名ともなっている。また、バレンチンプークリの小説、暗礁より、とモーンズンドにも登場する。ありがとうございます。